山口さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、まず今日のお天気は、まあ、雨上がりいいお天気となったんですけども、はい、まあ、昨日ですね、私たち話をしていまして、雨関東はそこまで強く降らないということでね、まあ、ここを私たち2人はですね、傘を持ってこなかったんですけども、さあ番組開始したぞと皆さんからいただいた天気の報告を見ていったところ、ポツパラレベルじゃなかったんですよね。まあ、ちょうどご帰宅の時間帯だったと思うんですけども、雨には降られましたでしょうか。弱いのは降ってたんですけどね、はい、全然傘いるレベルではなかったとただ この辺りだけなんですよね。そう、でもちょうどピンポイントでそうなんですよ。私も、まあ、昨日朝出るときは、朝というか未明というか出るときは、まあ、遅い時間の方に降りやすいっていう頭でいたので、まあ、いやっつって持ってこなかったんですけどね。まあ、実は昨日の午前中ここに座りながらも、結構あれこれやばいんじゃないのっていうのをドキドキしてたんですね。若干ビクビクはしておりまして、なんとか雨雲の隙をついて今帰ろうと、あ、なるほど、いう判断で昨日は逃げるようにここを後にしたそうだったんですね、はい、いや私はもうてっきりお振られてるぞと思いながらここで実況確認しておりましたけども、ちゃんとやっぱりそこはね、空読みマスターですね。いやいやまあでもね、自分で判断して自分で濡れるっていうのは全然これはどこにもこの誰も悪くないそうですね、全て私が悪いと自己責任ですかね。そうです、自己判断からの自己責任、そこはもうずぶ濡れになって帰ると、そこで皆さんに詫びるというのがやっぱね、いつもやっておるあれなんで、昨日はたまたま大丈夫でした。そうですね、昨日はたまたまだったということなんですけども、今日も関東だけ雲が広がっていて、この後にわか雨の可能性があるんですよね。はい、そうなんですよ、はい、今日は私も折りたたみ傘持ってまいりました。持ってきたんですか昨日昨日の時点で持ってかないよね私たちってなったじゃないですか、明日の天気確認しながら。昨日のこともあったんで早速裏切ってしまいました、そんな、まあ、でも私に抱える頃はきっと大丈夫ですかね。あ、そうですね、山口さん遅いですからね。そうなんです、すいませんまさかの裏切りが今発覚しましたから、まあ、お帰りが遅い方ということですね、にわか雨の可能性ありますので、心配な方折りたたみ傘をお持ちください。よいしょ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますということで、皆さんしていただければなと思います。あの、ね、しなくても見ることできるんですけども、していただければ嬉しいです恥ずかしいですねこれねよろしくお願いしますということで、皆さんぜひ見てください